ザ・シンプソンズ・ムービーは2007年のアニメーション映画アメリカで放送中であるザ・シンプソンズの初となる劇場版作品2007年7月25日から7月27日にかけて約40の国と地域で同時公開されたシリーズ初となる劇場版で興行収入は合計5億2600万ドルを突破した北米では 本編中のコンビニエンスストアクイックイーマートをモデルにしたセブンイレブンの店舗が登場するなどそのプロモーションでも話題になったスペシャルゲストの声優としてハリウッドスターのトム・ハンクスと人気ロックバンドのグリーンデーが参加しているミスタードーナツは本作とのタイアップ商品としてふわふわモンブランを販売したまた劇中のドーナツを再現したミックスベリーフレーバーや バナナフレーバーも販売され、携帯電話のカメラで撮影して送信すると、デジタル割引クーポンが送られるキャンペーンが行われた。なお、CM では、オリジナル版の声優陣が吹き替えを担当している。アメリカの田舎町スプリングフィールドにある湖で、世界的ロックバンドのグリーンデーのライブが行われていた。ライブが一通り済んだ後、彼らは環境問題について話し始める。 しかし、観客の反感を回い石を投げられてしまう。そこは、汚染が進む、湖の上、彼らの立つステージは沈み始めた。翌日、町の教会で彼らの飛ぶらいが終わると、予言者となった神父尊家の祖父エイブが、イーパー、イーパー、イーパー、などと、不吉な予言を告げる。湖の汚染が、危機的水準に近づいたため、市は湖にゴミを捨てることを禁止した。 そんなある日、ホーマーは豚を飼い始める。豚の排泄物を貯めていたサイロが一杯になり、ホーマーはサイロを処理場に搬入しに行くが、処理場が混雑していたため、禁止を無視し、サイロを湖に捨ててしまう。さらに汚染が進み強烈な汚染物質を撒き散らし始めた湖への対処を迫られた、アーノルド・シュワル・ツェネカー大統領は、スプリングフィールドをドームで覆い隔離するよう命じた。 ドームで覆われ、外界と遮断された、スプリングフィールドは、雨も降らず風も吹かない地獄と化すのだった。ゲストキャラクター以外は、ザ・シンプソンズの登場人物も参照。日本では、他の地域よりも遅れた2007年12月15日から、公開された。日本語字幕版は当初東京の、お台場シネマメディアージュと、東方シネマズ、六本木ヒルズのみで公開され、 他館では日本語吹き替え版のみ上映された。日本語吹き替え版では、テレビアニメシリーズで吹き替えを担当していた、大平徹らに代わって、基本的に声優を本業としない、タレント、お笑い芸人が主な登場人物の吹き替えに、起用された。いわゆる、芸能人吹き替えである。20世紀フォックスの日本史社は、この変更について、日本の理想の楽しい過程をテーマに決めたと、 説明しているが、話題性重視の安易な人選であるとして批判的な声が上がり、一部の新聞や日経エンタテインメント、キネマ旬報などの雑誌がこれを報じた。この変更が発表された、翌日の2007年8月15日にはミクシーに変更に抗議するコミュニティが登場し、プロフィール画像に変更への抗議を示すものを指定するなどの抗議活動が行われた。さらに、 インターネット上には、オリジナル声優の復活を求める署名サイトとブログ、映画版、ザ・シンプソンズ声優変更を考える会が開設され、3000人を超す署名が集まった。著名人の間でも、この変更を疑問視する声が上がり、バンドホフ・ディランの小宮優妃は、自身のブログで変更への抗議を示し、20世紀フォックスの日本支社を訪れて、直談判したが訪問後に、 字幕版で見ようと意見を180度転向、トーンダウンにした。シリーズにマイケル・ジャクソン役としてゲスト出演したことがある声優、山寺宏一は具体的な表現は避けたものの、これまで長らくキャラクターの声を務めてきた声優を、軽んじるような話題性重視のキャスティングに対して、長いこと作品を応援してきたファンを裏切る行為でもあるとして批判を述べている。なお、 メインキャラクター以外の配役も一部は TV シリーズと異なる声優が起用されていた。シリーズでマージ役を担当する声優一条美ゆは自身のブログで講義に触れ、また2007年10月30日には映像ソフトへの収録用にシリーズで吹き替えを担当する声優による吹き替えの収録が開始されたことを明らかにした。そして2008年3月19日に 劇場公開版とシリーズの声優によるオリジナル版の2つの日本語吹き替え音声が収録された DVD とブルーレイディスクが発売された。ただし、マギーとバーンズの声はオリジナル版も通常と異なりマシバマリと小形光が務めた。2008年5月4日には日本語版声優とシンプソンズファンが主催する第1回シンプソンズファン感謝祭が開催され、 本作のオリジナル版を上映。全国から500人のシリーズファンが集まった。2008年12月にはワウワウ及びスターチャンネルにおいて初放送され、両曲ともオリジナル版が採用されている。2020年6月11日にウォルトディズニー・ジャパンによってサービスを開始した定額制動画配信サービス、ディズニーでもオリジナル版を配信しており、 劇場公開版は採用されていない。なお、テレビアニメシリーズは2008年2月5日から放送を開始したシーズン15以降、長年にわたって吹き替え版が制作されておらず、字幕版のみが放映されていた。2021年7月15日、ディズニーはすでにアメリカなどでは配信されていたマーベルスタジオとのコラボレーション短編作品の新作である ザ・シンプソンズ・ロキとバートたちの大乱闘をシンプソンズシリーズとしては約13年ぶりに日本語吹き替え版付きで翌16日に配信することを発表すると同時に同作並びにシーズン15以降のテレビアニメシリーズの吹き替え担当声優を一新した上で吹き替え版の制作を再開することを公式ツイッター上にて発表したこれにより 本作が吹き替え版制作休止期間中に死去した、主人公のホーマーを演じた太平とエーブを演じた、滝口純平、また、シンプソンズで、数多くの役を演じたさゆりと、朝と哲也を含む、旧キャストが出演した最後の作品となった。2008年2月2日からは、大阪のシネマート震災橋でも日本語字幕版が、公開された。ただし、ところ、和田、田村。 ベッキーの4人全員が過去にアフリコを経験している。しかもその後、同社から本作と彼とのコラボレーションが発表されたため、怪獣されたとして、彼のブログのコメント欄で批判され、コメント欄が閉鎖される事態となった。ただし山寺は、タレントをアニメや映画の吹き替えのキャストに採用することに必ずしも、否定的な評価を下しているわけではない。コメントの中において、 時事声優以外の人物のアテレコ内の演技に大きく感心させられる場合もあるとも述べている。また山寺も当初、トイストーリーでウッディ役を務める予定だったが、有名俳優を起用した方が映画の知名度が上がるという理由で公開直前になって、唐沢敏明に変更させられたという過去を持つ。バーンズは t v シリーズの担当声優である。 北村光一がすでに亡くなっていたため、北村は先日の劇場公開版のオファーを受けていた、ものの療養中だったことから出演を見送っていた。マギーは、テレビシリーズの担当声優である、川田太子が現役で活動しているにもかかわらず、配役が変更されているが、これは川田が、マギー役で出演したのが、シーズンの初期の1エピソードであり該当するエピソードの、スタッフは、 今作の吹き替え版を手掛けたスタッフとは異なるために、キャストのデータ等の引き継ぎが行われていなかったことが、要因と思われる。2019年3月20日に、ウォルト・ディズニー・カンパニーが21世紀フォックスの映画、テレビ部門を買収し、ディズニーの参加になったため、ABC、ザ・シンプソンズ・ムービー、ボックス・オフィス・モジョ、2008年7月25日閲覧。AB、 ザ・シンプソンズ版ハリセンボンに大爆笑。シンプソンズアバターにチャレンジ。CINEMACAFE.net。カフェグルーブ。2008年5月10日閲覧。アッコベイ人気アニメ。日本語版で。母親役。NIKKANSPORTS.com。日刊スポーツ新聞社。2008年7月25日閲覧。小原厚志。 もやもやもや、シンプソンズ吹き替え版。小原厚のアニマゲドーン。朝日新聞社。2008年5月15日閲覧。カールナ・シンプソンズ声優の変更最悪。ミクシー、ミクシー。2008年7月25日閲覧。2007年11月号、日経エンタテインメント。の連載。TNT、コスケ。映画、ザ・シンプソンズの吹き替え版キャストに。 ファンが猛反発。narinari.com。2008年5月15日閲覧。声優変更を考える会。映画版、ザ・シンプソンズ声優変更を考える会のブログ方名帳。はてな2009年2月20日閲覧。映画版、ザ・シンプソンズ声優変更を考える会。映画版、ザ・シンプソンズ声優変更を考える会。 ハテナ、2009年2月20日閲覧。山寺光一。山寺光一より、今週の一言。ハリウッドエクスプレス、ニフティ。2008年5月15日閲覧。一条みゆき。ありがとうございます。あなたの一条みゆき。NTT レゾナント。2008年5月15日閲覧。一条みゆき。皆様へ。あなたの一条みゆき。 NTT レゾナント。2008年5月15日閲覧。シンプソンズファンクラブ。シンプソンズファンクラブアニメ。シンプソンズファンクラブ。2009年2月20日閲覧。小原厚志。アニメは、みんなのもの。小原厚志のアニマゲドン。朝日新聞社。2008年5月15日閲覧。ディズニー。21世紀フォックスの買収完了約8兆円。 日本経済新聞。2020年6月11日閲覧。ザ・シンプソンズ・ムービー。2020年6月12日閲覧。ディズニー定額配信。日本でも6月開始。月額770円で見放題。共同通信。2020年6月11日閲覧。ディズニープラス公式ディズニープルージーアップのツイート。2020年6月11日閲覧。 AB、アニメ、ザ・シンプソンズで再び吹き替え声優変更か、ファンの気持ちを着去り、考えられないと悲鳴上がる。ネトラボ。2021年7月19日閲覧。ディズニープラス公式ディズニープルージアップのツイート。ツイッター。2021年7月19日閲覧。ザ・シンプソンズの新作は、クロスオーバー2作マーベルスターウォーズとコラボ実現。 エンカウント2021年7月19日閲覧。ありがとうございます。